マリン、アワジは、アワジ市が所有し、アワジジェノバラインに運行を委託している高速船。兵庫県アワジ市の岩屋港とアカシ市のアカシ港を結ぶ航路に就航している。2010年11月15日のアカシアワジフェリーの運行休止により、自動車専用道路であるアカシ海峡大橋を通行できない 125cc 以下の小型自動二輪車は、 淡路島へ渡ることができなくなった。小型フェリーによる航路再開が計画されたが後に撤回され、赤石淡路フェリーは生産された。その後、国土交通省、兵庫県、淡路市、赤石市、相本市、南淡路市などで組織する赤石海峡海上交通に関する協議会により、125cc 以下の小型バイクを 搭載可能な高速線を建造する方針が示され、2014年1月20日に開催された第3回会合で2015年夏の運行開始で合意した。本線はアルミ合金製の総動高速線で、広島県尾道市の常石クラフトファシリティーズで建造された。2014年10月29日に寄港、2015年6月18日に浸水。 命名式が行われ、マリン、淡路と命名された。鮮明及び戦隊塗装は、淡路市、洲本市、南淡路市、赤石市の4市の在住者、通勤、通学者、出身者を対象に公募され、鮮明163件、戦隊塗装65件の応募作品から選ばれた。 その後、会場公務などを経て、2015年7月10日に、淡路市の津波港へ開港され、乗員の修熟訓練を行い、8月2日、岩屋港を14時執行より、岩屋港と赤市港を結ぶ航路に就航した。125cc 以下の小型バイクの構想の開始は、赤市港の浮山橋の工事が完了した9月23日から行われている。ありがとうございます。